出す花芽本格的ギター塾、今回はアコギスラップ編やっていきたいと思います。冒頭でも演奏を見てたと思うんですけれども、ピンハゲさんのソロバトルで弾いた5小節のフレーズをいろいろテクニックを盛り込んでいるので、それについて解説をしていきたいと思います。スラップをやったことないよっていう初心者の方、そんなにスラップやってないけどもうちょっとテクニック習得したいなっていう方も全然チャレンジしてみてください。で、全部やらなくてもいいので部分的にやってみて何か得るものがあればいいなと思います。参考にしてみてください。テンポは120でやってます。それではレッツトライ。そしたらは1小節目頭からいきます。最初6弦開放弦0、僕は上から叩くサムピングでやってます。その時は左手人差し指で5弦まで触れてミュートします。この状態ですね。右手の親指はこれ意外と最初鳴らすの難しいんですけど、勢いよくつけても鳴らないので、この手首のこの回転を使って当てたらもう離す、触れてる時間が長いとこうやって鳴らないので、回転してもう一瞬で離すようなイメージでやってみてください。まあ、水滴をこう飛ばすような感じですかね。全然力は入れないです。このブランブランの状態、親指はグーにして割とここの側面が当たるようなイメージですかね。上のこの辺ですね。もう一つは6弦にこう親指を乗せて5弦にこう押し込むようなサムピングがあるんですけども、これはやりやすい方どっちでもいいです。6弦だったら僕はこっちで当たってるだけで、そして左手ゴーストの音、余ってる中指薬指小指をこうカチッとつけます。これ勢いよくつけすぎちゃうとこう押さえると鳴っちゃうので、押さえない程度にカツッとここで鳴らします。そして右手ゴーストの音入ります。手首と指先を同時につけるイメージでツ、はい、ここでダツツと弾きます。ダツツノック、手の甲側じゃなくて反対側のイメージですね。 まあ、こっちでノックする人もいるか。なんか外国の映画動画だとこうやってノックしますよね。トントントン、様式があるんですよね。こっちでノックするのとこっちでノックするの、知ってる人がいたら教えてください。次は人差し指のプルがいきます。5弦の5を押さえて人差し指を5弦の下に入れ込んで引っ張る。普通のストロークのように上側に引っ張るんじゃなくて、上の弦6弦側じゃなくてこのボディと垂直方向に引っ掛けて持っていく。ポイントはあとは人差し指をこう引っ掛けたらこの関節の動き、人差し指こう使うんじゃなくて引っ掛けたら手首から持っていく、こうカツン、こうですね、手首から持っていくようなイメージでやってみてください。ノイズ出さないとしたら人差し指は6弦に当てておく、で5弦だけ押さえて4弦から下を触れている状態、人差し指で1本しか音を出していない状態が作れると望ましいです。フルしてハンマリング、7フレットにハンマリングするんですけど、これは勢いよく叩きつけてフレットの近くをカツッとやってみてください。はい、ダツツペイで次同じ感じですね。右手のゴーストの音、4弦の57、はい、3弦の57ツ、そして装飾音の7、装飾音わかりますか？リズムに入ってないやつなんですけど、フルした瞬間に7から8にこうニュっていう、タラじゃなくてニュっていうイメージでやってみてください。で戻ってきて5、6、ブルーノートですね。マイナーサードからメジャーサードにハンマリングして4弦の7、はい、こんな感じです。これ1小節目です。ゆっくりやってみてください。はい、そして2小節目、ラスゲアード2種類出てきます。1つ目は小指からダン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 、こうバラバラバラっと弾くやつですね。まあ、左手の押さえ方は6弦5押さえて、5弦はまあ鳴っててもなってなくてもいいんですけど、4弦から下を人差し指制覇して小指でこのナインスを押さえている状態で、右手は小指、薬指、中指、人差し指を
こう順々にバランとジャランラスゲアードジャランで旅行サイトありますね。旅行に行くような感じでこうイエイイエイやってみてください。どっちかというとこう手首をこうちょっとこねるようなイメージの方がいいかな。一個ずつゆっくりやってみてください。そして次のもう一つのラスゲアードですね。中指薬指をダウンで引きます。そして親指でダウン引きます。で握って親指をアップで引きます。ナマコ、これ3連符なので反拍3連符なのでナマコ、僕の場合は中指薬指セットで使っちゃうので中指薬指を一緒にダウンで、この時は親指上にいないとこうやって引いちゃうと次何も引けなくなっちゃうのでダウンの時に親指は6弦より上に残しておいて、で、まあ、開く親指残す親指ダウンで、この時に今度親指をアップなんですけど、この時に握ってないと次ダウンで中指薬指が使えないので上げる時に握って親指上げる。でそうするとこの次のこの動きが入れられるので、開いて親指残す親指ダウンするで握って親指アップっていうのを高速でやります。タタタ、これ早くやるのすごい難しいので僕もちゃんと弾けるようになるまで3ヶ月ぐらいかかったんでゆっくりやってみてください。ナーマーコー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 、はい、ナーマーコーでやってみてください。ジャランラスゲアードナーマーコーで、普通の右手のゴーストのですね、このノックの逆側で活した時にもう4弦から親指、人差し指、中指、薬指をこうツッで潜り込ませて、このマイナープラス6、マイナー6のところを押さえてツーつまびくで、マイナー7にしてつまびく、全部5フレットですね。そして次が5弦の開放弦をサムピングなんですけど、これ上からやるの結構難しいので僕はこう、こっちは押し込み型でやってます。この時に親指で6弦とか人差し指でなどで余分なところをミュートしておくといいかな。はい、まあ、ここちょっと和音でもどっちでもニュアンスかっこいいのでどっちでもいいかなと思います。はい、すごいいっぱい出てきます。左手は全部ミュートしている状態で、最初の8分音符が右でゴーストの音カチで、その時に親指は5弦の上に乗せておいて、このツツツを親指、人差し指、中指、まあ、アルペジオですね、それを左手ミュートでやるみたいなイメージですかね。握ってツツツタンツツツとして、でここも押し込むタイプのサムピング10フレット、5弦10フレットサムピングして12にハンマリングします。そして次がすごい早いんですけど、32分音符で4つ入ります。タンツツツタラタンツツツタラタカタカ、全部リズム当てはめるとしたら、おーナマコ夜パプリカ夜パプリカ朝はパーンですね。ナマコ夜パプリカ夜パプリカ朝はパーン、停電。はい、これ結構早いので一個ずつゆっくり120で最初からやらないでください。ゆっくりやればあの早いフレーズも全部一緒なんで極論この2の時にこうしっかり弾けるようにセッティングしておくっていうのがポイントですかね。4小節目ラスゲアードが早いのが出てきましたね。左手は Fm7 の形を制覇でハイポジションで押さえて、次元のオクターブ上のマイナー7を押さえた形ですね。これを半音下からマイナー7に向かってやっていきます。これもゆっくり3音ずつ、中指親指親指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 中指、なので開く親指握ってあげる、この動きを何もなくてもこう練習できるので、通勤時間とか今リモートワークで家にいる時間も多いと思うので、こうズームで上司のつまんない話を聞きながら、そうっすね
あれ、カナメさんなんかカスカス言ってない？ラスギャードしてんの？知ってるんですか？ギタリストだったらバレちゃう。ももでも、手のひらでも、空中でやるでも、イメージがすごい大事なんで、とりあえずやってみてください。タタ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 タ。3拍目の裏まではラスギャードですね。で、ここでまぁちょっと、5フレットまで飛ぶのでニューンで、でここも押し込むタイプのサムピックで、はい、ミュートはちゃんとしてください。で右手ゴーストの音プルで5、右手ゴーストの音ゼロで5小節目を通して、その間にちょっと準備して、このラスゲアードナチュラルハーモニクス、ハーモニクスは皆さん出せますか？5フレットの真上、押さえるんじゃなくて触れるだけ、こういう音ですね。これをこのジャランラスゲアード、旅行に行きたいジャランラスゲアードでこうやって弾きます。で余裕があるとこうネックベンドして音を揺らしてあげても面白いです。もう一個ずつゆっくりやってみてください。頑張ってね。イエー、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。皆様の音楽ライフがより良くなりますように。カナメでした。また会いましょう。バイバイ、ポンダス。